ジンベエさんは今日も小アジが安くなってたので買いましたよ。ほら、こうやってこんがりと焼くんです、裏表を。そして冷蔵庫で保存します。そしてフルーツサラダに入れるんですよ。今日のフルサラダ、これブロッコリースプラウトとか大根とかエゴマとかいろんなものを使ってます。オリーブとか。そして納豆なんですけど、ジンベエさんのところの納豆はたった2パックにとんでもないぐらいの野菜いっぱい入れるので、大根の葉っぱとか庭で採れたニラだとかも刻んで、それからカレー粉とかキムチとかで、最後に卵を落とすんですけどね。はい、卵を2個落としました。まあ本当はね、黄身だけの方がいいとかいろいろ言われますけど、ジンベエさんは丸ごと全部一物全体食の主義なんですよ。はい、そしてサラダに焼いた小アジと、今日は糸よりのお刺身少しとタケノコの煮物いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。